今回は海外で話題になったマイクラで別ゲーを作ったマップをプレイしていきます。どうもやさこちゃひのです。皆さんマイクラやってますか？ということで、マインクラフト統合版にはマーケットプレイスというものが存在していて、そのマーケットプレイスでは様々なアドオンやスキン、配布マップなどが買えますが、今海外で話題になってる凄すぎる配布マップが存在します。マインクラフトで別のゲームを再現する試みは今までにもありましたが、今回紹介するタイニークラフトはマイクラを全く別のゲームに変えてしまいました。ということで、統合版のマインクラフトに来ました。ここのね、マーケットプレイスにある海外のマインクラフターオクトボンさんが作成したタイニークラフト、こちらはね、マインクラフトを 2D ダンジョンクローラーローグライクゲームに変えてしまいました。まあ言われてもよくわからないと思うので、実際にこちらのタイニークラフトをやっていきたいと思います。ということで、タイニークラフトの中に入ってきました。これちょっと気にしないでね。はい、オクトボンさんの名前があって、でそして、ここをクリックと。はい、なんか始まる。オクトボンプレゼンツ。タイニークラフト。すごい。これマイクラですからね、皆さん。あ、すごい。僕ディナーボーンになってるんだけど、ディナーボーンにしたらちゃんとこれもディナーボールんだ。スニークで設定ができる。この設定画面も、これなんかマイクラじゃないよね、もう。いや、これマイクラじゃないでしょって思った人いると思います。E を押すと、ちゃんとマインクラフトなんですよね、これ。だから本当にマイクラの要素を使ってうまくすべてコマンドとかなんかいろいろ組み合わせてこれを作ってるからね、もうこの時点で意味わかんないよね。ということで行きましょうか。外にスニークで外に出れると、おー、なんだこれ、村人すごい、なんかもうポケモンみたいになってるね。ポケモンじゃんこれ。なんかここでクエストみたいな受けて、こっちのじいちゃんに話しかけてくれみたいな、普通に RPG みたいな感じですね。これすごいな。まあ、めっちゃメタ考察すると、このカメラ制御とかカメラ的なところは最近追加されたカメラコマンドっていうもので、もうカメラの視線をね固定とかできるんですよ。それで多分カメラの動きとかそういうのは制御してると思うんだけど、なんかこの独特のポップな感じどうやってやってんだろうこれ。フォーク、あ、なんかペット出てきた。シューズ、猫、犬か猫か。まあ、ここは犬っしょ。なんかポケモンを選ぶんじゃぞみたいなポケモンのノリですね今の。でこのポケモンを連れてあそこのダンジョンに入ればいいってことか。でちょっとまず1ダンジョン向かってみるか。参ります。アタック、ソードと矢がある。もう、だいぶ、すごいな。これでね、察した通り、皆さんもうマジで別ゲーですからね。マインクラフトじゃないです、これは。マインクラフトっていうより、マイクラダンジョンに近いかもしれない。やばい、みんな、ディナーボーンのせいで、剣が思う方向に行かない、これ。ルームクリアで。これでどんどん進んでって、ちょっとゼルデンっぽいね。ゼルダ好きかもね、この作者さん。やばい頑張れ、犬。僕ちょっと、これ、ディナーボーンのせいでマジでうまく動けないんですけど、思った方に、剣が行かない。こんな感じで、どんどん、ルームを攻略していくみたいな感じですね。これすごいな、ガチで。これマインクラフトで1から作ってるってわけだからね。全部マインクラフトですからね、これは。割ともう、今までのマイクラの常識を覆すような、今まで僕ショート動画とかで、もしかしたら今後マイクラを使った別作品が生まれるかもしれませんみたいな、言ってたんですけど、これがまさにそんな感じだよね。言ってる間にちょっと犬くんが、もう死にかけだね。犬くん大丈夫か？犬、無理すんな。痛い。うわぁ！ちょっとさっきキー見たかったんだけど、ガードとかできないのか。お、宝物！でー、すごい。ソードから、ブーメランになった。ブーメラン攻撃もできるようになりました、これで。剣と入れ替えで使えるみたいな感じなんだね。宝物にあるぐらいだからブーメランの方がいいでしょ。ブーメランで行きましょうか。なんかすごい開けた。うわ、強そう。痛い。そんな強くないのか、ブーメランもしかして。あ、強い。連射できるブーメラン。あとエイムが悪いですね。痛い。あと2発。犬も瀕死。あー、助けて。危ない。ディナーボーンのせいでエイムが悪すぎる。このゲームにディナーボーンは向いてません。オッケー、ナイス。これで上に行きましょう。うわ、また戦闘だ。やばい。終わった。あー、助けて。あー、まあ、ローグライクだからね、死んで強くなるみたいな、そういうところもある。やばい。あ、肉。ハートもある。なんか、普通にマイクラやってる感じではないね、今のところ。マイクラを題材にした別ゲーみたいな、そんな感じだけど、これ、皆さん公式じゃありませんからね。公式が作ったんじゃなくて、ユーザーが作った作品ですからね、こちらも。そう考えるとすごいよね。喋ってられない。あー、さっき剣使ったんで、今度弓使います。で、ディナーボーンやめました。やりやす。あ、強い。弓矢の方が強いな、なんか。ちょっとどんどん進んで、どんどん攻略してこう、ダンジョン。若干エイミングがむずくはあるな、でも。僕が下手なだけかもしんないけど。お、なんだこれ。ネクストレベルに行くことができるらしい。行きます。すごい、あのダンジョン一つじゃないんだ。さあ、どこかに飛ばされて、もうパッと見変わらないけど、最初っからちょっと敵の数が多いね。ネクストレベルってそういうことね。ちょっとむずいってことですね。難易度が若干上がってはいるが、まあ、今のところ敵の強さに関してはそんな変わってない。行って、マジそれ。行けるとこまでちょっと行って、装備整えたいな。そうだね、割と、
敵自体はそんな強くないかも。敵は戦える。ちょっと回復する場所ないかな。犬が、犬の回復法わかんないんだけど、なんか使っちゃった。あ、でもちょうどいい、ちょうどよく使ったかもしれない。金リンゴ的なものが使えるってことですね、これで。緊急用に盾が使える。盾使えないんかい。いった、それやめて、それやめて。いった、もうそれやめてって言ってるわ。オッケー、危な。さすがに強いね、ちょっと。さすがに強くなってきたかもしれない。強いてか手強い。いった、死ぬ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 。本当に死ぬ、本当に死ぬ。やめて、それ。瞬間移動やめろ。あ、ハート出た。ナイス。いいね。お、なんか、ちょっと、毛色違うもんが出てきたぞ。今までとノリが違いますね。しかし、僕の体力もノリが違う、今。あと一発で死ぬよ。やめて、あー、やめて。これ回復させて。頼む、頼む、頼む。やめろ、あー、あと少しだったのに。しかし、めっちゃ入ったダイヤが。このね、ダイヤ入ったやつで、これどう使うかっていうと、鍛冶屋のところに行って、25払うことで、おー、革装備になった。これでさっきより、ちょっと硬くなってるってことですね。さあ、さっき入ろうとして入れなかった、謎の扉、入っていきます。おー、チョップがある。ファイヤーワーククロスボウ。こっちのがいいのかな。ちょっとこれ使ってみますか、じゃあ。さあ、ロケット花火、どれぐらい強いんだ、こいつは。果たして。ちょっと武器もさ、いろいろあるのおもろいね。さあ、見せてくれ、君の力を。強いか？強いか、本当に。本当に強いのか、これは。ちょっと不安だけど、剣の方が強いんじゃないか、もしかして。第3階層まで来ると、敵がだんだんでかくなってきますね。はい。ということで、何やら見たことない怪しい部屋がある。これさすがにボスなんじゃないか。もう今ね、コンディションはバッチリですね。ハートも全開だし。じゃあ行きますよ。さあ何が来る？お、お、ウィザーだ！ The Wheeler。 いや、果たして勝てるか、僕のこの実力で。痛いかもしれない。一旦これ、金リンゴ食べといて。痛いかもしれない。奴も同じく遠距離だ。わあ、敵も召喚してくる系男子なのね。一旦領域展開しておきます。この攻撃はまずいですね。しかし、しっかりと避けていく。しっかりと避けて。ちょっと当たんない、当たんない、当たんない、それ。ちょっと様子見て。ちょっと、どう避ければいいの、それ。避け方がわかんない。勝った！おー！え？倒した？いいね！トライデント！あ、投げれる！トライデントの方が絶対強いでしょ、これより。あ、まだまだ、ボス倒しても、どんどんいけるんだ。ちょっとトライデントの性能確かめようか。トライデント、強いか？どっちだ？どっちだ？どっちだ？そんなわからん。そんなわかんない。そんな強さわかんない。トライデント、本当にこれ強いのか？なんか、ロケット花火の方が強くなかった、もしかして。詐欺商品届けられたか？いやー、ダメだ！ということで、一旦ボス戦までやってみました。このゲーム奥深いですね。だって、これでね、また装備をね、50個払うことで、鉄装備に変えることができるんですよ。まあ、ローグライクゲームっていうのは死んで繰り返してどんどん強くなっていくっていう風なゲームなんですが、その要素を入れたおかげで、もうやり込み要素満載ですね、これ。しかもよ、みんな、さっき紹介しなかったんだけど、この部屋行くと、プレイアブルキャラが変えれる。まあ、ちょっと無限のやり込み要素あるな、これ。さあ最後にちょっと悪い遊びしてみたいと思います。この世界のからくりを解くためにクリエイティブモードにしましょう。ということでクリエイティブにしてみました。果たして飛ぶことはできるのか。おー！飛んだ！ゲームのチートみたいになってる。ポケモンのチートやってるみたいな。そういう感じになってる。うわ、裏世界にも行けました。なんだこの世界。ちょっとテレポートで飛んでみました。100、100、100の位置に TP したら、なんかこんな感じになってます。すごい！このゲームの舞台裏が見えてる。こんな感じにいろんなステージが用意されてるんだ。なら見たことないステージも存在しますね。まだすごいですよ。街がこっちにあって、こっちにさっきのマップステージが存在していて、これをこうランダムで組み合わせて作られているっていう風な。あ、ストラクチャーブロックある。さっきまでマイクラって信じれなかったのに、このブロック見た瞬間めっちゃマイクラっぽくなった。ここだけで多分マイクラって信じれなかった人もいると思うんですけど、これを見ていただければ本当にマイクラでゲームを作ってるんだなってことがわかるんじゃないでしょうか。いや、この画面面白いな。ここまで来たらマインクラフトはただのゲームではなく、一種のゲームエンジンと言っても過言ではないようなゲームになってきますね。ということで今回は海外で話題になったハイフマップ、タイニークラフトをやってみました。この動画がいいなと思った人はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。